皆さん、こんにちは。ティンダーの脈ボーイ、キングタケシ、施設園芸の定義を教えます。これね、守るという意味があって、いろいろ生産物を自然保護するんです。施設にはいろいろ選別、貯蔵できる加工も含まれております。温室とかビニールハウスとかでやってますね。こういうステイホームでもやりますね。はい。いろいろ歴史によって変わってますね。はい。年を追うごとに、はい。お値段も安いです。野菜、柑橘類、ほうれん草とかいろいろ、もういろいろトマトとかバラ、ブドウ、牡蠣とか果樹、いろいろによって違いがあるんですね。はい。これ数字によって大変ですね。これね、SDGs とコラボしてるんです。元からといえば、はい。こういう基本も、お値段も全然違います。市場のトレンド、トマト、イチゴなど、いろいろなトレンドによって選ばれます。あとは経営のポイントも、まあ、時間の問題でございます。はい。環境もいろいろ変わります。はい。温室効果ガスというのもあるそうで、いろいろござるんです。はい。お分かりいただけたでしょうか。いろいろ変わってますね、植物の工場も。はい。というわけで、施設園芸の歴史を少し語りました。バイバーイ。